はい、皆様、おはようございおまはようごす。ざいます。音と水の圧倒的な振動力でね、いつも空っぽ、ひらめきバンバンのね、サポートをさせていただいております、鳥ちゃん、ネオスさんでございまはい、す。ミラーあかりです。はい、本日もね、素敵なオーラの皆様と朝トレを行うことができました。ありがとありうがとうごございざまいます。す。はい。でね、今日の、ネオスさん、プチダラトークですがね、よくね、音楽なんかでね、イントロ当てクイズというのがありますよね。なんかイントロがちょっとあかりかっましたたら、ね。これは何だか、まあ近頃、あんまりその音楽番組がなくなったんで、なかなかだけど、昔の往年の懐メロとかね。うん。で、今日はね、ちょっとね、ドラマでやってみましょう。はい。で、地球の未来を明るくする未来明るさん。今から私が、ドラマのワンシーンをいたします。で、これは何なのか。ね、皆さんも分かった方は手を挙げてくだ手挙げさてい。くださいね、皆手さをん。挙げてください。はい。シチュエーションとしてはね、上下白い服装をした人の演技でございます。ね。はい。演技ね。うん。ドン！なんじゃこりゃ！はい、分かった何で方。しょう。なかっ分かたった方、方。手挙げてください。あれ、いない。いないんいでなすいですね。か。あ、いまいす。ないですか。いないですか。何じゃこりゃ。知らないですか。よくお笑いネタとかね、ものまねする人もいるんですよね。多分これ、古い番、いた。いたね。ゆうこさんかいな。てくださゆういこまさしんた。出れますか。出てもらう。答えてもらいまし答えょてもう。らいはまい。す。はい。太陽に吠えろ、松田優作。ああ、大正さ解すです。おが、めでとうございます。何も出ませんが。何も出ませんが、ありがとうごありがとうざございいます。今ます。の今日はね、モノリス、セウチシメモノリスをね、こちらこにのエおいネでルセッギートを。して、今日ね、この後ろです。朝トレやったんですけどね、体がメロメロにね、癒されてしまっ私はて、すごい温まっ来たんたです。でしょ？今す日ごいすごい暑いん温まっです、やっぱり。やっぱすごいです、セオルズ意味はね。皆さんも、ね、なんか感じられたと思いますね。ということで、太陽に吠えろ。増田優作さんね、素晴らしい俳優さんでね、お亡くなりになったんですけど、やっぱりあの人のすごさって、やっぱ演技力すごくて、有名なこうアクション、アニメ作品で、北斗の拳ってあるじゃないですか。ね、北斗の拳ね。で、北斗の拳の主人公の、北斗拳四郎がいるじゃないですか。ね。で、あのお顔は誰がモデルかって言ったら、増田優作さんがモデルになってるんですよ。ね、うーってなってたじゃないですか。そうなんですよ。だから、そのぐらい増田優作さんってインパクトのある俳優さんだったんですよ。お顔がそのまま北斗の拳のアニメに残って、後世に残っているという素晴らしい方ですね。ということでね、はい、で今日はね、その太陽に吠えろ、ね、まあ、相当老舗の多分刑事ドラマでね、刑事ドラマの走りだったと思うんですね。あれからいろんなね、こう大門軍団とか西部警察とかいろいろ出たと思うんですけど、その最初の太陽に吠えろのね、もうよくもうイントロとか、エンディングのシーンでね、刑事が走るんですよ。とにかく走るんですよ。いつも走ってましたね、ね。皆さん、覚えあるかと思いますね、太陽に吠えろ、ご存知の方、常に走ってるんですよ。ね、で、じゃあなんで走ってるのかってね、なんかの番組でね、監督さんがね、その話してみました。やっぱ刑事さんってね、こういろいろ捜査していると煮詰まってくるんですね。で、ホシを挙げるためにね、もう事件解決しないでも困って困って困り果てるんですね。で、ずっと困り果てても事件って解決しないんで、で、走るんだそうです。とにかくね、走るんだそうです。もう何も考えずに。ただ頭空っぽになるじゃないですか。ね。で、これを、ね、多重次元的、宇宙の法則で言いますと、頭のね、消化体のこのゲートが、こう、キャパの余裕ができまして、ね、今ね、自分オペレーションに砂でやっています、多重次元ね、いわゆるこの、クラウドベースの情報ね、で、そことね、つながりやすくなるんですね。はい。だから、当時のその映画の番組では、そこまでは分かってないと思うんだけど、仕組みとしてはそうなんです。で、頭空っぽにして、走って走って汗を流して、はぁはぁ言ったら、もう何も考えられないですよね。なんか悩み事とか。人間の構造としてね、やっぱり体を動かしてると何も考えれないっていうのがあって、はい。ヨガとかでも集中してやってると考えられないっていうのはあるんですけねえ、ど、そうですね。で、先ほどね、朝トレでもやってます、あかりさんが。はい、丹田に気を込めてっていう、まあ、これも一緒です。多分走るのも、丹田に気を込めないと走れないと思うんですよね。全力疾走でね。うん。まあ、皆さん、多分ね、今頃ね、こう全力疾走、ダッシュをするっていうことがなくなったと思いますけど、いや、これはね、ちょっとやっといた方がいいです。頭から。心臓に負担がとか今思ったりしてくださそういそう。つまり、10メートルでもいいんですよ。うん、ちょっと負荷をかけてね、全力疾走ちょっとやってみる。ね。
それは何に来てくるかと言いますと、ひょっとしたら大峠で津波に来るときに 高いところに走ってそうですね。いけないこ今とからもあるの練習で、しときます今か。からダッシュの練習を高いところ山からダッ始シュめる。ですか？山ダッシュ。山でもね、ビルでもないのでしょう。とにかく高いところに上がるためには、やっぱ走ることが大事なので、で、いきなりヘロヘロってなってもダメなんで、ということでね、まあ、これはね、そういう緊急時の時の話で、そのためにも、頭を空っぽするには走るがいいね。でね、簡単にから、頭を空っぽにするね、いろんなノウハウがあるんですね。あからさん、何があります？前も聞いたことあると思うんですよね。何？頭を空っぽにする、あかりさん式なおすすめとして。まあお風呂入ることですかね、出ね。ましたね。これなんですよね。激しい運動をしなくてもね、お風呂に入ることで、こう、肌感覚でこうね、水、お湯のエネルギーが来て、意外とこう悩み事とかそういうものをこう忘れられるんで、思い切ってね。一級いらっしゃいの方の某、エチコさんっていう方は、マグマグレードの、フェニックスウォーターで、毎日何時間も耐えられるっていうことをされてたって聞きました。やっぱそこで汗が出たりとか、かなりリフレッシュされたり、いろんなものが、負のものが、感情さえも出ていくっていうのがあるんですね。で、あとね、やっぱ美味しいものを飲んだり食べたりするということですね。やっぱ美味しいっていう感覚がぐっとくるとハッピーになりますんで、ちょっと嫌なことを忘れられるじゃないですか。まあ、そういうところですね。で、音楽を聴く。まあ、当然皆様はね、トリンチ・ジャンベヒーのサウンド聴いていただけると思いますが、重低音のドーンってくることによって、丹田に響いてね、で、頭の中がスーッとするわけでございますね。で、それとやっぱりね、フェニックスウォーターとかね、スメラウォーターを飲んでいただく。ね、これ、当然ね、体が浄化されて、こう気分もね、新たになってまいります。そして、皆様ね、毎日やっていただいてます。朝トレ。これ大事ですね。毎日の一日のスタートするのに、こう体を動かしたりとかね、こう丹田に気を込めるとかね、ということで、なんか一日がこうリフレッシュしてスタートできるということでね、結局ね、こう頭空っぽで、悩み無用みたいなね、ずっと悩んでいても何も解決しないんですよ。実はね、悩むのちょっと一旦こう外してみて、頭空っぽにしてみると、空き容量ができて、スーッとなんかアイデアが入ってきて、あ、これこうすればいいじゃんっていうね、こう感覚になってきますんでね。で、これもトレーニングなんで、ずっとやってるとだんだんそのような回路、頭を空っぽにする癖をつけるみたいなね。これができたら良いかなということで、皆さんも、これからの、地球人類の生き方、頭を空っぽにしていく人類になっていくというお話でございました。はい、ありがとうございました。では今日も軽く、明るく、楽しく、穏やかに過ごしていきましょう。では最後、締め切りたいと思います。アイワイワークいきますよ、皆さん。ミュート外していただいてよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。では行きます。3、はい。空っぽが一番ね、レベル高い人なんですよ。そうですね。頭の中空っぽに。